ちゃこんにちは、はい、豊さん、はい、まあ、この時期になるとやっぱりあの引退される方が毎日誰かしら発表ということになってますね。まあ、引退もそうだし、はい、まあ、戦力外になるとかね、はい、まあ、いろいろ出てくるよね。そうなんです。まあ、今は引退の時期かな、はい、まあ、戦力外もまああるか、はい、あのそうなんです。中日の中島選手が来季戦力構想外ということで、はいはい、まあ、中日を、まあ、去ることになったんですけれども、うん、まあ、本人としては、まあ、球団の期待に応えられず悔しさ申し訳なさが募ったというふうに、うん、まあ、関係者の方が話されているんですけれども、うん、新たな勝負の場を求めるということで一応本人は現役続行を望んでいるようです。まあ、今年の成績から言うとね、まあ、年齢的に考えてまた中日が若手がこう成長したと、はい、いうことを考えるともう中じゃ仕方ないかなっていうような感じはするよね。あの、ただ、はい、まあ、辞めるのは簡単だけども、はい、まあ、続けるのは難しい、まあ、続けるという難しい選択をするみたいやけどな。そうなんですよ、ね。まあ、これはどっか雇い主がないとな、続けるっつってもそうなんですよね。なかなかな難しいから、はい、あの4月19日、まあ、今シーズン開幕1軍入りしたんですけれども、あの怪我で抹消されて、うん、で1軍で15試合出場しまして無安打に終わっています。ただ、2000安打まではあと72本なので、やはり中島選手としては、まあ、これはね、でもね、もう個人的なことになったよね、はい、まあ、例えばずっと同じチームで功労者であればね、はい、72本なんとかしてやろうとは思うけども、やっぱ新たに行く球団ってそこまでは思ってくれないよ。そうか、いや、それはそんなもんだよ、うん、それはまあシビアなもんでね、はい、個人的な記録で球団も経営してるわけじゃないし、うん、やっぱ優勝に、ね、貢献してくれたとか、はい、そういう風になってくれたら、うん、いや、なんとか、何本まではちょっと面倒見ようかとか、はい、まあ、あるかもわかんないけど、うん、これからやっぱり移籍していく上では、うん、まあ、そういう気持ちは多分ないよね。本当に戦力になるかならないか、はい、まあ、そういうところが鍵になってくるとは思うけどね、うん、やっぱり、まあ、巨人から中日に今年来たんですけれども、はいはい、そのやっぱり代打で、登場する場面多くて、その代打でのシーン、まあ、無安打、中日に来て無安打で終わってしまったんですけれども、はい、代打で その中島選手の打席っていうのを見て、豊さんが今年感じることは、今年はなんかちょっと怪我の影響もあってかどうか知らないけど、キレがなかったな、うんうん、それありましたね。だから速いボールに差し込まれるケースっていうのはたくさんあって、はい、うんうん、だから、まあ、本人も早かったと思うけども、ちょっと中地のバッティングはかけらもなかったような、うん、まあ、そんな感じには見えたよね。そうですよね、うん、で、あのオリックスから巨人に来た時、やっぱ原監督が中島選手ということで呼んで、はいはい、でやっぱり代打で出て、でも代打での勝負強さだったりを買われて、はいはい、巨人でまあ打点を上げたりとか、やっぱ代打中島選手出てくると怖いよねっていう存在感もあったんですけど、やっぱり年齢のこともあって、やっぱね、中地の年の一つって、うん、1歳って相当違うよ。まあ、20歳の1歳って21になりました、はい、これは精神的にも大人になるし、うん、成長を感じるけども、はい、40手前とか40とか、うん、1歳っていうのは衰えしか感じなくなるよ。今42歳。そうでしょ、はい、そしたらもうね、維持するのは大変だよ。でも本当油断したら、うん、本当に多分落ちていくと思う。もう早いんですね。早いな、うん、だから、まあ、中島もそういうね、年齢で苦しんだ年だと思うけども、うん、それを踏まえて体をもう一回作り上げてみたいな、うん、まあ、その打席の中の勘だとか、はい、勝負勘だとか、うんうん、バットの振る力って戻ってくると思うんだよ、うん、はい、ただ自分を作り直せる根気があるかどうか、うんうん、気持ちがあるかが大事やな。そこですよね、うん、特に年齢が上にいくとってだから、まあ、72本、はい、あの2000本安打までね、もう絶対成し遂げてやるっていう気持ちがあったら、うん、もう一度体を作り直して、はい、もう本当の、うん、そうだな、30後半の中地のスイングができるようになってくると、まあ、チャンスはあるかもね。そうですね、うん、中島選手っていうとどういう、例えばバッティングスタイルだったり、もうね、スタイルとか関係ないんだよ、うん、やっぱ気持ちでいくタイプだから、はい、だけどそれなりの準備が必要なんだよね、体に、うん、だからそこ、その根気があるかどうかだよ。そう
そこ作り上げられる、うん、もう本当しんどいよ、まあ、例えば、はい、俺のことで話すと、はい、50代の減量と60代の減量って全然違うよ、違う、50代って動けるから、はい、うん、で疲れも回復するから、うん、いやどんどんやろうと思うけど、うん、60過ぎてからの減量って、うん、やっぱねそこに根気がなくなる、いや、 やっぱり考える、はい、疲れが余計に溜まるとか、うん、多分ね中地も多分そういうことで悩んだと思うけども、はい、やっぱりね現役を続けたいんだったら自分を追い込むしかないな。そうか、ただこれ、まあ、放送外になった、もちろん引退という選択肢もある中でそちらは選ばずに現役続行、うん、もしあるのであればっていう方向に行っているということはまだ気持ちが、まあそうだね、ってことですかね、下手ってないっていうことだね。だからまあそれは素晴らしいことだと思うし、はい、俺がやっぱこう誘いがあったけどやめたんだよね。36で36の時点で2000本まで、はい、まあ、200何本だったんだよ、はい、俺はやめたけど、うん、中地が続けられるんだったら続けてほしいな。豊さんが例えば仮に42歳までやっていたとして中島選手の立場であと、72本だと豊さんはどっちを選びますか、やめるか達成したいか、まあ、ただやっぱ中地も多分そうだと思うんだけども、うん、やっぱ球団のお荷物にはなりたくない、うん、若手の邪魔にはなりたくない、うん、やっぱちゃんとした戦力として、自分の居場所があるんだったら、うん、続けようと思うよね、うん、やっぱね道場とか場で置いてもらうほど惨めなものってないんだよ勝負師って。そうです、ね、いやだから中地がそういう風な形でね、うん、チームの本当に戦力だとか、今年なんかもう中日はね、うん、最初から代打の切り札っていうね、戦力としてしっかり見ててくれたから、うん、だからやりがいもあったとは思うけどね、まあ、それに期待に応えられなかった、まあ、悔しさ倍増だよね、はい、だけどまだ気力は衰えてないっていうことはやっぱこうどういうやめ方を、うん、このまま今年1本も打ってなくて、はい、このままやめていくのが嫌だっていうような感覚だと思うよ。72本なんていうのは、うん、まあ、2000本とか言ってるけども、はい、中地は俺それ考えてないと思うよ、うん、ただやっぱり自分のやめ方バットの置き方、はい、これを考えてるんじゃないかなっていうような気がするけどな。自分の中でやりきった感というか、そう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 、燃え尽きたいということですよね、うん、いやそれだったらあとね10本残しでも、うん、俺は中地の性格があったら、うん、もう十分ですと、うんうんうん、もうこれで悔いはありませんっていうような潔のいいところも、うん、中地は多分あると思うんだよね、うんうんうん、まあ、周りが2000本2000本って言うけども、はい、俺はそうじゃなくて中地はやっぱバットの置き方を考えてるのかなっていうような気はする。あとファンの中でやはり言われているのが、まあ、古巣のライオンズで最後ユニフォームを脱ぐんじゃないかなという、はい、まあ、ファンのもちろん待望というか願いもあると思うんですけども、そのあたり例えば西武の球団側が最後中島選手っていう形になることはどうなんでしょう、可能性的に。いやそれは分からんな、これは難しいな、うん、栗山、はい、おかわり君、うん、まあ、40オーバーでね、まあ、来年も残るという、うん、ようなことがあって、これが3人ベンチに40代いたらどうなんだっていう話だよね。そうですね、成長、若手の成長っていうことを今言われてるので。そう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 、ただ中地ってすごく若い選手たちに、うん、まあ、人気もあるしね、はい、そういう意味ではその将来の指導者という意味でね、うん、まあ、獲得しておいて、はい、まあ、将来の幹部候補生として、うん、教育をしていくのかとか、うん、まあ、そういうことも考えられるけどね、古巣だったらね、うん、でも新たに他の球団が、うん、取るっていうのはなかなか厳しいかもな。そうですね、ちょっと、うん、そうですね、ただやっぱりこうその幹部候補生だよね、うん、まあ、そういうふうに人間を評価してる、はい、そうなってくると取るチームは出てくるかもわかんないけど、あとは西武の例えばまだ監督であったりとかコーチとかが決まっていないので、その監督いかによってはっていうこともあるんですかね。どう、まあ西武の監督が誰かなるかわからないけども、うん、まあ、なって、いや中地全然いいですよみたいな言ってくれる人だったら、うん、まあ、取るかもわからないし、うん、まあ、それはやっぱこう新しい監督に、まあ、おそらく監督が変わると思うけども、はい、まあ、その人の判断に委ねないと、これ勝手に球団が取ってて、うん、そうですよね、ね、これ使ってくださいよって、いやいや
それはちょっと待ってよっていう監督であれば、はい、すごくお荷物になるかもわからないし、うんうん、だからまあ難しいよね。まあ、次監督やる人ってどう考えるかっていうと、はい、やっぱりリフレッシュしたいと思ってると思うんだよね、チームを、うん、はい、そうなってくるとやっぱこうある程度選別していかなきゃいけない人が来ると思うんだよ、はい、そうなってくると困るよね。確かにそうなんですよね、一枠っていうところで、まあ 一枠というか40代3人っていうのがさ、はい、まあ、これはやっぱ経験者だからしっかり働いてくれたら本当に力になるし、うん、知恵は持ってるし技持ってるし、だからおかわり君でしょ、栗山でしょ、栗山なんか最近な非常にいいところで打ってくれたりとかいろいろしてるから、うん、はい、それは戦力になるとは思うけども、大事なところでいけば代打使った後ダイソーがいるっていうことだから、そうですね、そうなってくるとやっぱ3人使うって言ったら6人いるわけよ。確かにそう、いやそしたらもう そんなに置いてらんないよ。そうですね、うん、しかもこの3人っていうのはあの黄金時代の時に1番打ってたり、まあ、3番4番打ってた3人なんですよね、まあ、それはもうレジェンズチームになるよな。いや、なります、なります。いや、それはそれよりもやっぱ新生という意味では、うん、やっぱ新しい顔でね戦っていくだろうし、はい、あとは例えば西武の監督が OB の方、まあ、例えば2軍の西口監督が上に上がってくると、あの時に一緒に戦ってたメンバーでもある西口監督っていうのでもしかしたら入れる可能性もある。いや、わかんないよね。仲が悪かったら入れないよね、絶対。仲の内部事情。それね、全部が、事情わかんないけどさ、全部が仲いいとは思わないし、全部が懐かしいとはなんか思わないよね。思わないか、そうか。いや、お前の顔の方が二度と 見たくねえよ、みたいなやつも、多分中にはいると思うよ。まあ、まあ、そうでしょうね、人間だから。まあ、それいろんな人間がいるわけだから。うん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 、だから、まあ、それはわからないけども、はい、まあ、中地がね、続けるっていうふうな、まあ、判断をしたんだったら、まあ、続けられるようにね、うん、なんか中日球団も、うん、サポートしてほしいし、はい、タツアもね、タツアの監督もやっぱ中地、まあ、残念だろうけども、はい、まあ、人脈があればね、うん、まあ、例えばちょっと1年間だけでもっていうような声かけはね、うん、まあ、してほしいなと思うけどね。そうですね、まあ、新たな球団に行くとなると、これはもうシーズンが全て試合が終了してから他球団との交渉っていうことになっていくんですか、オファー来たりとかっていうの。ドラフトじゃないかな。ドラフト、まあ、ドラフトも10月24日でしょ、はい、やっぱこれが終わってじゃないか、動き出すのは。もしかするとキャンプが始まってもなかなかこううまくこう交渉がいかない。キャンプが始まったらもうないわ。ないですか。そりゃない、中島の年でキャンプが始まったらもうないわ。ということは、これ若手でちょっと迷ってる球団があるんであれば、はい、キャンプが始まってもあるかもわかんないけども、うん、中島の年齢でキャンプが始まったらもうないと思う。そこはやっぱそうなんですね、うん、ということは、まあ、年内をめどにっていう。もう年内だな。うん、だから、まあ、ドラフトが10月24日にあって、はい、その後トレードの交渉とかがあったりとか、うん、いろいろ動き出して、はい、まあまあ、もう動いてると思うけども、うん、あとは12球団ドラフト、はい、この前後だろうな。そうそうそう、だからまあまあ中島は何をやらなくても食っていけるでしょ、もうねまあそうですね。いや、だから焦る必要はないと思うし、うん、でも俺は続ける選択をしてくれたっていうのはすごく嬉しいな。そうですね、中島選手というとやっぱりデッドボールも多かったので、でもその度にこう闘志あふれるというか、まあそうですね、まあ、うん、相手投手に対しておらみたいな、そういう闘志もありましたし、なんかこうね、燃えるものがまだあるんであればどこか、まあ、燃えるものはあるだろうね、うんうん、どこかでっていうのもファンとしてはありますよね。まあそうだね、うん、まあまあでも本当に難しい方を選択して、やめるのはいつだってやめれるんだよ、はい、でも続けるっていうのは非常に難しいしね、はい、まあ、対相手もいることだけども、でも気持ちが衰えてない、まあ、その気持ちの強さに、はい、すごく尊敬するわ、うん、いいよ中島 ね、 そうですね、やりたいまでやんなさい、ね、そうですね、いや本当頑張れ、はい、ね、